キネヤカンゴロウは、長歌三味線型の名跡。近世初期以来のもので六代を数える。長歌キネヤ生の祖。寛永二十年九月十一日歌舞伎の初代、中村勘三郎の兄と言われており、十七世紀前半に、上方から江戸に下り兄の脇子を務める傍ら、猿若、舞の振付をするなど、猿若狂言で活躍した。 元禄十二年十月二十一日二代目、キネ谷六左衛門の実施。別名、初代金谷木三郎。狂言師から転身。数曲の作曲を残す。千八七七年八月七日少年は、諸説あり千八百二十三年とも、十代目、キネ谷六左衛門の妻の兄の子で後に養子。千八百二十九年の顔見せ番付に、初代キネ谷映像。 1843年に、中村座で立座見戦、翌年の1844年11月に、中村座で五代目、絹谷三郎介を襲名し以降同座の林頭となる、文久元年11月3日に11代目、六左衛門、慶応四年議定に六左衛門と林頭の地位を譲り三代目勘五郎となる。 一方義理の弟文左衛門からは大薩摩説の十二代目の家元を譲り受け大薩摩源大勇、藤原正工場空を名乗った。また、金谷商会の名も名乗った。音曲の古事研究家でもあり、大薩摩金谷経図、山和の三元孔を綴などを表した。作曲に、奇襲道政治、土雲、交換、橋、弁慶などがある。 植木店から下屋根岸を住まいを移したことから、根岸の看護廊と称された。没年月日は8月5日とも。正式な大札前元名は十二世代札魔元、大雄、藤原正志工場空。十五位下書太雄大ら生息を排除。別号を、金屋商会、風見庵。配号は、玄中与八一。著作は、上記の外、林系図、中村座林日記。 炉の天文がある。墓地は、柳中墓地高級号一側六にあり、山岡鉄秀家記名で、中村勘五郎墳墓とある。伝承されている曲、神園千代都市、四季花里、紅葉詣、枕児童奇襲道政治、木、四季山馬,馬竹舞堂、土雲、王子土産、三曲小竹梅、福の神、日本七福神、 新昇丹屋、三月、月下の鶴、羅生門、綱間、七清地、朝日奈、橋弁慶、あたかにいい関、今葉松のことぶき、大坊月、旧日岡倉、朝顔。墓所は、谷中霊園、初代絹屋城館の全名。本名は、石原博吉。東京の生まれ、十二代目、絹屋六左衛門の次男。 最初は商人にさせようとしたがあまりにも技量が素晴らしくこの世界に入れた。署名を二代目、紀根谷映像。1902年十一代目、紀根谷木三郎から1902年に五代目勘五郎となる。兄に十三代目六左衛門があり、共に歌舞伎長唄で活躍。作曲に里の式、新曲星間、島の千歳、玉川がある。 肥療は兄を勝るものがあったが病魔に侵されてほどなく、没した。娘の絹谷京仙は105歳で、CD デビューしている。1953年の絹谷家家家族写真。前列左から、14代目、絹谷六左衛門、木三郎の息子、ひ幸六左衛門夫人たず中列左から、15代目、絹谷木三郎、6代目、絹谷勘五郎後列左から、 六左衛門の娘、千恵子、木三郎夫人、信江、六左衛門の娘亭子本名は、初カ安八郎。東京小児町の生まれ。父は十四代目、木根屋六左衛門。兄に十五代目、木根屋木三郎がいる。長田町小学校、東京音楽学校卒業。父や山田翔太郎に指示。1942年に六代目看五郎を襲名。 三味線音楽の普及活動を行うキネヤ会を結成した長唄屋の音会主催。1997年に二世位、キネヤ観玉を襲名した。作曲には恋という二人静か白子や小間子がある。主な受賞として、1988年と1989年に文化庁芸術再生、1991年と1992年に 芸術戦小門部大人賞。1993年に、四守宝賞。六代目、絹谷勘五郎の長男として生まれる。1968年五世勘五郎の陽名、広吉を継ぎ、舞台活動を開始。1974年皇居東科学堂における、重要無形文化財保持者による法学演奏会にて、祖父十四世、絹谷六左門。 七二世神玉と高潤高号午前で演奏。七二世、稲谷漢玉と矢の音会、綾音会等を主催。1985年1989年、稲谷漢五郎、広木町親子会にて文化庁芸術最小受賞。1992年、稲谷漢五郎、広木町親子会、稲谷広吉リサイタルにて文化庁芸術最小受賞。 1997年12月、長唄早期ハイエモト7世、記念やカンゴロを襲名。翌3月、国立劇場にて、親子3代の襲名披露会を催す。ありがとうございます。